すっごい流行ってますね。タピオカ、はい、みんな持ってる道歩く人が、ね、うん、多いよね。一過性のブームだと思いますけどね、うん、なんか思ったよりなんか続いてる、なんか長めな気が。ああ、今回のブームなんだ、うん、タピオカブーム定期的に来るからね。あ、そうなんですね。今、第3次ブームぐらい。前もあったんですか、いう、うん、飲み物で、うん、あ、だから長く感じる。いや、前は結構10年前以上前だった気がする。へえ。お願いします。あー、やっぱ。あー、出た出た。おー。200。ワンちゃん。え、マジで。まあ、下ってるからワンちゃん乗らないかな。おお、なんじゃそりゃ。おお、近い近い近い。え、グリーンまで行っちゃった。グリーン手前ですね。乗ってはないです、乗ってはない。どうやっとる。はい、あー、せん。サプです。せん。ありがとうございます。パー？パーです。ナイスパー。よかった。ナイスパー。戻るか。バウトですね。まあ、降っちゃったけど、いいかな。よいしょ。ナイス。よいしょ。調子いいっすね。いい感じ。はい、ダフっても滑らせる。いや、うまく滑りました。はい、もう3回くらい回ったら、大体コース覚えますか。覚えますね。1回回ったら大体覚えます。とか5回回っても覚えないから。コースでも別に覚えてるからっていいことあんまりないですけど、ね、むしろなんか恐怖心が、ああ、あの時のあれ、ああだったからなみたいな。そう、ああここのホールシャンクしたなとか、またシャンクするの嫌だなとかも、嫌なことの方が覚えてますよ、うん、めちゃくちゃ記憶するよね。しょー、めっちゃいい、完璧や。ナイスでーす。いい当たり。桜についてる。左目で。パー5っす。よいしょ。ああ。全然やってない。何してるんですか？ YouTube は、はい、最近はおすすめガジェットとか、なんか、わかんないけど、Google の Pixel 3とか、へー、そういうのとか、あと、はい、ニュースピックスと一緒にやってるニュース番組、はい、それも全部収録で、収録で、ニュースピックスさんに全部編集してもらって、へー、でニュースピックスもう流すし、うちのチャンネルでも流すっていう、ダブルで流す、うん、ニュース、あとなんか講演会が受けるらしくて、めったに講演会しないから、それをその模様をはい、撮って流すとか、はい、あ、配信したりとかしてる。その俺に何を求めるのかみんなっていう話で、うん、俺はそういうのが求めたりでしょう。すごいです。YouTube の再生回数めちゃくちゃ上がってる。どれぐらいなんですか、平均的に。何なの、でもすごい受けてる、受けると30万とかいっちゃうから。これニュース番組なんだけど、初回放送30万、2回目が30万、だいたい30万ぐらいですね、全部。いや、全部じゃないよ。5万5000とか7万6000とか8万6000とか、まあでも10万近くはいける、ニュース番組、うん、ニュースでいけば、ニュースで30万はでかいよね。すごいですね。うまい。飛びすぎた？
いやいや乗ったでしょ、うん、ちょっと超えたくらいでしょ。まあまあですね。来た、入れ、あ、惜しい、いやナイストライ、うまい、転がるね、うん、スパーパーですよね。パーです、はい、お、いった、いったいった、大丈夫、振り切った、しょ、右行き過ぎちゃった、手前手前、うん、ナイス、あ、サンクス、パー、うわー、止まったな、うん、下ってるなー、次に、うまっ、うまっ、入れ、入れよ、あー、惜しい、ナイスセーン、なんとかナイスパット、死にかけた、よっしゃ、お、見事です、ありがとうございます、止まれ、止まれよ、よけた、危ねー、まだ転がってる、立てた、よっしゃー、130、いけ、届いた、めっちゃすげえ、105、9番、お、いい音、ドキドキしながら、いやー、力強い、うん、危な、うん、ちょっと前だけど、おー、粘ってる、よいしょ、うん、よいしょ、うん、よいしょ、もう一緒、よいしょ、よいしょ、これをどうしようって、どうしよう、ちょっと足しっかり、あ、全然打ててない、やっぱまあまあまあですね、あ、止まる、おお、打っちゃった、でもいい、おお、うめ、ナイス、ないな、戻ってこい、左か、おー、うん、わー、惜しいなぁ、ナイスアウト、うん、ナイスアウト、まあ、乗ったのでよしとしよう、はい、お願いします、
うん、うまい。あー、強い。やっちゃったー。ここは曲がんない。えい、後半苦しい。ナイス。ダボかな、多分。今いい感じに触れた。入りやすい。入りやすい。でも結構転がってる。いや、何言ってるかな。なんか落ち込まないでください。うん、いけいけ。これはいけ。おお、ナイスゾーン。ロッキー。ナイスゾーン。めっちゃいい。ありがとうございます。ボロボロボロ。あの、だからいいか。はい、ファイン。左。あちょっと抑えすぎちゃった。でもこの距離やっぱちゃんと乗せていきたいですね。うん、なんかやっぱどうしてもミスしたくコンペとか、堀江もサンブルし。うん、ミスしたくないみたいな気持ちがね。また前に萌香ちゃんと一緒の時に話しこと言ってるじゃん。一緒ですよ。やっぱ緊張しますね。普段どんだけ揺れゴルフするのかなって。とぼけ。いい感じなのに。弱気。どうだ、来たよ。めっちゃいい。いやー、ナイス。結構長いのに。弾丸速攻ニヤキです。ドライバーでワンオンをやっていただきます。右がドライバーニヤピン、左が普通のピン。ドライバー果たして。結構振ってる。おびです。ちょっとインパクトしただけでオーバーした。そうですよね。ちゃんもどれぐらいで振ればいいんだろう。あ、うまいけど超える。いい当たり。おお、止まれ。おお、落ちちゃう。落ちました。あとはニアピンを。リアルニアピンをね。はい、リアルニアピンを。あれ、止まれ。わー、あー、止めた。止まりました。止まりました。あー、止めた。あー、左だ。ナイスショット。ナイスショット。ちょっとダフっちゃいました。やりました。行きます。ナイスアウト。ナイスアウトです。うまいじゃん。強いよ。でもだいぶ向きますね。ナイスショット。まあ左はめちゃめちゃ広いですから。手前ですよね。え、手前で池あるんですか。手前で。今まで170ぐらい。しょー。170飛んだ。これは良さげです。良さげですか。はい。来たー。あー、いいよ。来た。はい、ナイスでー。ちょっと超えたか。でかいけどどうだ。まあまあまあ。うん。やりだよ。大丈夫。ナイソン。広いところに。ナイソン。届け。届け、弱い。弱い。弱い。来たか。さすがー。3連続パー。すごい。
来たぜ。すごい。すごい。うん、3連続。ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。お疲れでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。じゃあ、ちょうど終わりました。本当に。最後やっと上がれて、みんな嬉しそうです。普通に。暑かったです、本当に。ここから先もっと暑くなる。そうですね。ちょっとこれからのゴルフ、心配です。初めてで。カメラじゃ分かりづらいんだけどね、肉眼だとね、あもうね、タイちゃん、はい、タイちゃん美少女感が上がってきたわ。本当ですか。うん、すごい。絶対化粧覚えた方がいい、タイちゃんと。で、調子に乗ってね、いっぱい頑張っちゃうから。どうですか。じゅんちゃん完璧っす。素晴らしいっす。かわいいね。馴染みました。あ、ちゃんとすごい、じゅんちゃんすげえ。あまり濃い色とかピンクとか似合いそう。ピンクですか。ピンク系がありますか。まあ、お姉ちゃんにピンク描いてやったら、うん、泣いたパーッと泣いたみたいな。ちゃんとね、まあ無難なのこういうブラウン系のやつが一番いいですか。なんか無難です。ちゃんと買いますね。宮本さんのオンラインサロンでした。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。はいはい、ホリエモンさんと一緒に回れてすごい貴重な時間を過ごすことができました。ちょこちょこ喋ってくださったんで、すごい楽しかったです。はい。いろんなショットとかも見れてみんなでバイバイできたかなと思います。本当にパター好きでしたよね。パター本当上手でしたね。うん、バンバン入ってて、うん、最後は3連続パーで上がってましたもんね。ありがとうございます。緊張しました。あ、緊張した。緊張しました。はい。タイちゃんどうでした？私も、もう今日は楽しいゴルフでしたね。わちゃわちゃしながら、うんうん、本気でやってたんですけど、ちょっとスコアは残念、スコアはちょっと残念な感じが出た。でも難しい、難しかったですね。池も入れたし。池も入れた。はい、あそこの池に。ここ、そうだ。あ、最後これです。これドライバーで打っちゃった。違います、セカンドトップしたんです。あかんやん。マジか。セカンドとまさかのミスで行きました。ということで、はい、ドライバーでボーンって入っちゃったんじゃないんだ。じゃないんです、ちゃんと刻んだんです。刻んだんだ。レアウェイからトップして、トップして。珍しいですね。はい、珍しい。自分もびっくりでした。では楽しかったです。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。